どうもハビネスタークのハビネスです。今回、ウォーフレームの実況をプレイやっていきたいと思います。初見実況のナンバリングでやっていきます。今回ナイトウェーブのタスク2の、この犯人探しをちょっとね、追求を答え合わせですね、やっていきたいと思うんですけれども、だいぶ時間かかっちゃいました、この動画出すまでに。もう3個目のタスクが出ているのにまだ2個目をクリアしてないっていう、まあそれもなんでかっていうと、あんまりナイトウェーブにちょっと興味が湧いてないかなっていうのもあるんですけれども、でもせっかくなんでね、あの見てくれてるリスナーの方々もいるので、今回実況動画でね、きちんと出していきたいと思います。はい、とりあえずちょっと証拠を答え合わせしなきゃいけないんですけれども、証拠品の中から前回のねタスク1の反省を生かして証拠品をまず確認してから、中に入っていきたいと思います。表面はもう20溜まってるのですぐ行きます。今回失敗しないようにしたいと思います。で、多分これね、どこだろうな、ヒント、この頭の紋章かな、形かな、コーパスヘルメット、どのヘルメットかっていう答え合わせあんのかな。一応ちょっと見といて形を覚えておきたいと思います。このコーパスヘルメットね、中の方にヒントがあるとかないよね。と文字が、あとなんだっけ、ちょっとこう、ここ答え出るからねみたいな、テストに出るよみたいな感じで文字の色が変わってるポイントあるんですよね。そう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 、それ前回も気づいてやったんですけれども、これはあの鍵マークだよね。鍵マークっていうか、あそこの木製の真ん中のマーク、あれは覚えておこう。ちょっとメモとかしてないんで、当てずっぽうになっちゃったら外す可能性あります。うん、そしたら次メモする。で、これ多分36ピコ。あそこ強調されてるから。そう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 。これテストに出るよ、みたいなね。で、あと冊子に載ってる、多分こっちの日誌の隣にあるやつ。ソラリスマークに下ちょんちょんちょんみたいな。ソラリス太陽って覚えておこう。うん。ソラリス太陽が出てくる。で、あとこれですね。これどこだかちょっとわかんないんだけど、コイルドライブってことなのかな？バッテン印なってるけど。じゃあ、ちょっと答え合わせいきたいと思います。さあ行くぜ、調べましょう、共鳴いきまーす。正しき欲の神経心境。おや、またあったか。実のところ取り込み中なんでね。あ、次の犯罪を犯してるって感じ。あ、ライヌで来ちゃった。ちょっと肉塊が、いきます。あー、待って、違う、あれだ。よし、いいぞ。はい、よしよし、いいぞ。混沌は煩わしい。36、36、3.6 とかありやがった。あれ、やらしいな。よし、次次次はどれだ。無意味、笑い話。なにこれ、こんなんあったっけ。無駄、無駄だったかな。違う、間違えた。おお、合ってた、当てずっぽい今の。無視的だった。コイルドライブ、これ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 、やばい、危ね。よし、来たー。最後の問題、これで間違いないはず。この棒、あ、やっぱり人によって答えは違うんだね。そう、人によって違うらしいですよね。オッケー、着きました、一発クリア。誰もがなさなかった善行ゆえに有罪だと目を向けてさえいれば。あの笑い話とかのあった、なんか俺全然理解しなかった。そして私は見ている、すべてに何をするべきか、するべきなのか。おい、ありがとうございます。じゃあこれ触れていきましょう。はい、証拠の分析、よし、これで犯人にまた一歩近づいた。古代からの破滅、そう、あの三択はユーザー同士が情報交換できないように一人一人ユーザーごとに答えが違うらしいですね。めっちゃやらしいよね。一つの間違いで私の人生の、帳簿は赤字だ。支配体制を混乱を解き放ち、その怒り狂った視線のもとに全ての命がさらされた。死せる者が死に激怒する。打ち破れた者が全ての人生から意味を奪う。古代からの破滅、私はそれを受け入れた。これは誰のセリフなんだろうな。なんか前回もあったけど、これ犯人のセリフなのかな。まあいいや、集合体を出ましょう。よし、やったー、ナイトウェーブのポイント。これでランク30いったはずです、俺。うん、ずっと引っかかってる。レゲームってのは法を指すオルキン語よ。レジウムかな。なるほど、探りを入れてみたの。自分の情報もリトルダックとクイルのでね。もう顔出せ、唇だけじゃなくて。夢見る者たち、グラスメーカーの正体、いや、かつての姿はニヒル、ニヒルに振る舞うってやつ。セファロンはみんなかつては人だったのよ。奴に会うまでは奴が全員を作った。そうなの。じゃあもうあれじゃん、みんなに繋がってるじゃん。オーディスをはじめ彼らのため、オルキンのためよ、終わることのない罰としてね。ボンドがあの送信機を完成させたのよ。奴は殺人の規模を次の段階へ進めようとしている。なるほど、ボンド、すげえ名前だな。ニヒルは大勢を殺すつもりよ。ニヒルってやつが犯人なのかな。ニヒルに振る舞ってるやつ、なさなきゃならんつって。よーし、来たー、ナイトウェーブの船ゲット、ようやくゲットしました。さすらいの宇宙海賊 DJ ノラナイトを敬意を表したランディングクラフトのモデル。よーし、やったぜ。これね、もうすでにあの生放送やった時はリスナーの方々が使ってる人たちもいたので、まあ本当にね、あの俺もゲットしたいなと思ってたんで、ようやくここまで来れてよかった。でまあ、今回のねシーズン
3だっけ、シーズン3だよね。まあランク今回はちょっとマックスまではいけないかもしれないけど、とりあえずね30までの報酬はもらったので、これで満足ということにしたいと思います。ようやく終わったまあここのあの色はね全部つけていくつもりなので、まあその分他のコンテンツいっぱい頑張ろうかなと。じゃあ3つ目、見たいと思います。さあ今度はあなんかグリニアっぽい、ニヒル、ナイヒルか、ナイヒル処刑人よりも、いえ攻め苦を与えるおばあちゃん、私に言って聞かせるためナイヒルを使って脅かしたわ。やってきて悪い子はノラを瓶に閉じ込めるんだって、まあ、セファロン化させるみたいなね。でも奴は現実だった、過去の人間のはずが、なぜか今は生きていて判決を下し回ってるわ。また犠牲者よ、逃れて生きていたところを結晶化され、この件は何かが違う。ノラをグリニアだね、やっぱりね。何かは分からないけど調査して、やつのパターンを見つけるの、証拠を集めてナイヒルの集合体に戻るの。なんかだいぶあれだね、うるせえ向こう行けっつって、なんかこう生徒に怒ってる大学、ダメな大学教授みたいなイメージあ、かわいい。何、あこれそうなの、ヒントなんだ。すいません、向こうには何があるんでしょうか。俺のお水がそこに置いてある、喉は渇いてないけど取ってきてくんない、みたいな顔してますね。さあ見てみましょう。放棄されたグリニアの哨戒基地ね、ここを通る者も少ない。でも修繕して彼の家にしていたのね。なるほどね、出てけって言った瞬間にガラス化されたって感じだね。それも知らなかったのかも、奇妙にも平和だ、まるで過去があったみたいに。なるほど、戦うこともしなかった、なるほどね、やるならさっさとやれみたいな感じだったのかな。 OK です。じゃあ、おーすげえ、近くにいっぱいありますね。これはおーなんかいろいろと調べられますね。早速嬉しい。これはこう焼け焦げたグリニアの通信機、うん、グリニアの通信リンク回路、高帯域、超長距離用、仮暗号化で遠隔通信の漏洩リスクを低減している。あの天のには丸聞こえだけどね、うん、グリニアのラジオ聞きまくりだからな。暗号化された周波数を盗聴する術を見つけていた。なるほど、タスクサンパーブルのぬいぐるみ、これは覚えておいた方がいいかもしれない。ソラレンの機密ネットワークの諜報員、グリニアの攻撃前に自分が助かろうとしていた臆病者じゃなかった、道徳心に駆られて命までかけていたのよ。ちょっとカボールに近いのかな、義務のような感情で。なるほど、擦り切れたぬいぐるみ、グリニアのお気に入り、それともこれにはもっと深い悲しい意味があるのだろうか。うわー、なんかちょっと今グッときた。バックボーン知りたいですね。子供のおもちゃ、これはおかしいわ。グリニアは戦利品を奪う、武器、機械、鎧とか。なるほど、何なんだろうな。あ、これにもヒントがあるね、バイパーだね。でも汚いぬいぐるみ、彼が何かを感じたなんて言っちゃうところだったわ。愛、罪悪感、そんな感情なんて許されないはずよ。なるほど、おお、すげえすげえ、なんでこんなところに落ちてんだ。これもヒントだよね、バイパーをね。グリニアの武装の中でも最も小型で軽量なフルオートピストル、相談数の少ないさに戸惑うことなかれ、単純化されたマガジン設計のおかげでバイパーは高いダメージレートを出すことができ、また超高速のリロードが可能となっている。いいね、これで3つ目発見です。付近にいっぱいあったな、長い間使われていなかったみたいだけど、戦う機会がなかったのかな。なんかすごい、あ、天王星のスタート地点じゃないですか、ここ。なるほどね、これいい加減ダッシュできるようになりたいよね。なんかずっとこうやって歩かなきゃいけないし、エリアが広いとさ、こういっぱい歩かなきゃいけないから。ありました、証拠の分析、なんだろう、36ピコかな、気持ち、え、これは日記かな。グラール、大きい、大きいグラール、従う、小さいナメクジ、隠れる、大きいグラール、見つける、大きい、小さい、殺す、グラール、小さくなった、もう探すしない、アタックみたいな感じかな。あれだね、日記だったね、馬飼い的な。あれ、他のユーザーさんだと何が置いてあったんだろう、グラ型とか置いてあったのかな。まあ、もしリスナーの方、機会があったらコメントで教えていただけると、俺は〇〇だったみたいなね。あった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 、俺見逃してた、付近にめっちゃありますねこれラストです、証拠の分析 OK です。ラストヒント、おお、ペリンシークエンス距離、後期に、鋭敏であれ、ペリンシークエンスの協定、問題を生み出して解決策を売る、いいな、詐術を認めることは怠惰を認めることだ、怠惰は精神を鈍らせる、鈍った精神は失敗する、いいな、抗議構想が怖い言葉だ、抗議に鋭敏であれ。なるほど、いいな、いいなっつってめちゃくちゃ否定しまくってきましたね。じゃあ行きましょう、行きましょうっていうか、これで全部のヒントを見つけたので会話が入るかな。 OK、 読書家さんだったので疑問を抱いていた、グリニアらしくない、あ、これ俺でも共鳴が入るあるから入れるな、この動画でやっちゃうか、予定になかったけど、ちょっと行ってみよう。まだ3回トライできるんで、まだ15個あるんで行ってみましょう、このまま。よし、
いくよーい。連続で犯人解いちゃうぞ、逮捕しちゃうぞ。ライオンの口を知りだから子羊に出くわすことは滅多にはない。だが君がここに来たなら答えを見つけさせてもらうぜ。カモーン、カモン。わあ、どこ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 、下が、違う違う、探す、殺すってあんだ。ああ、そうだ、ここあれができないんだよね。あ、何これ、許してもらえんのか。え、アップデートで変わってやがる。いや、こうあるべきだよ、最初から。これが最初からあれば俺はあれだったのに、ゲームオーバーになる必要はなかったのに。よいしょ。これ前後ろがね、わかんなくなるよね。ただ時間今ちょっとロスってるから。あ、あんな可愛いぬいぐるみもあったんだね。あ、これ間違ってる。あー、合ってた合ってた、よしよし、オッケー。わー、ロカとかメリディアンもあったんだね。なるほど、面白いね。ここちょっとエイムグライドできるようにしてもらいたい。バイパーバイパー、最後に。あ、クラーケンと何があったんだろう、もう一個は。あ、アトモスか、アトモスがあったんだ。なるほどね、面白い。よし、これで犯人さん、犯人に近づいた、また一歩。よし、一本の動画で二つも、できたわ。やった。全然下読めてない、編集中に読みます。君は疫病だ、混沌は グラルが患ったように感染し伝播する、警戒心の欠如によって媒介する。深いこと言ってますよね、こいつね。結構ね、うん、面白い。オーライ。そう、心に留めていないと警戒心が緩む。このグリニア、今や永遠の方、忘れ形見として秩序の大功者にあった。だから食材はなかった。めっちゃ怒ってますね、なんか。そうだろうみたいな感じで心でハートに訴えてかけてきますね。お前、姿を現してくれって感じ。君自身はまだ償いに間に合う。なるほど、俺もセファロン化されるってこと、セファライト化されるってこと。そのうちこれ以上追ってくるなら容赦しねえよ的な、そんな感じかな。はい、事後報告、植民事後報告書、植民突撃隊員、67229番から抗争による誤射があったと報告あり、どこまでが真実なのか、突撃部隊員は全滅し、67229番のみが帰還した。なるほど、サタン5へ再調整のため移動、メンテ係への降格を今をもって実行する。それが彼だったんだ。なるほどね、なんかいろいろあったんだな。おー、ちょっとこれはね、今現段階でわからないこともいっぱいあるんだけど、後でまた冷静になったらね、考察も広がると思うので、ちょっと探っていきたいですね。それがパターンか、化石みたいな方を持ち出していく、うん、まるで人間じゃなくて法律に手足がついたみたいなのは、どの社会にもはぐれ者がいる。うん、まあそれはそうだね。私たちもね、そう。でも道徳心を持った有罪のグリニア、別次元だわ。ここうちにもいるよ、仲良くしようっつって。あんな行動できる人はそう多くはない、尊敬するわ。ナイヒルは近いわ。ガラスが現れるたび新事実が明らかになる。一歩でもいいから奴の先に行かないと。そうだね、先回りしてそのセファライト化されないように人を守らなきゃいけないっていう、そんな感じがするね。オッケーです。よーし、ようやくまた31レベルになっちゃいました。あれクリアするだけで7000ポイントもらえるのは結構でかいよね。オッケー、これでちょっと不安要素が1個なくなりました。イエーイ。123、あと2つシーズンチャプターが来るので、それも楽しみにしたいと思います。はい、まあナイトウェーブのタスク自体は時間あるときに、生放送とかで皆さんと一緒にね、タスククリアしながら、まあおしゃべりしながら、ディスカッションしながら、ウォーフレーム、日本のウォーフレームを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、というわけで今回の動画はこのコーまでになります。またナイトウェーブ進捗があったら、まあ逐一動画を出していくので、楽しみにしていただければと思います。というわけでお送りしたのはハピネスタークのハピネスでした。また別の実況動画でもお会いしましょう。バイバイ。